外交官時代のポール・クローデル・ポール・ルイ・シャルル・クローデルは、フランスの劇作家、詩人、外交官としては、駐日、駐米フランス大使などを歴任、カトリック信仰に根ざした諸作品で20世紀前半におけるフランス文学の最も重要な存在の一人と評される作品は、戯曲、マリアへのお告げ、詩集、五大唱歌など、彫刻家、カミユー・クローデルは姉である。1868年、北フランス、エーヌ県のビルシュルフェール村で、父ルイ、母ルイーズの4人の子の末子に生まれた。州税関の父の転勤で幼児を転々とした後、1881年、パリのルイ大王高等中学校に学んだ。1884年、バカロレアに合格して、哲学級へ進級し、旧友のロマン・ロランとコンサートへ通い、また、文学に親しんだ。1885年、パリ大学法学部へ進んだ。1886年、ランボーのイルミナシオンと地獄の季節を読んだ。カトリシズムに改心し、また、1887年からマラルメの歌謡会に出席するようになった。詩作し、戯曲を書いた。1890年、外交官試験に首席で合格し、本省商務部の専門職員となった。1935年に退官するまでの外交官としての経歴は次の通りであった。在任中も文筆を怠らなかった。1890年、パリのノートルダム寺院で生体拝領に預かった。彫刻家、オーギュスト・ロダンの愛人であった姉に経済援助をしていたが、姉がロダンと別れて発狂して、以降は上海勤務となり、姉に会う回数が激減したとされる。1898年、上海勤務の休暇に約1ヶ月日本を観光した。1900年、一時帰国し、アンドレ・ジットと交際し始めた。聖職者を志し、ソレーム修道院とリギュジェの聖マルティン修道院にこもったが挫折した。福州へ帰任の当時、ベルギー人のロザリー・ベッチプジンを知り、1905年、彼女は一命をなした。この恋愛から、後の戯曲、真昼には立つ、シュスの靴が生まれた。一時帰国中の1906年、レーヌさんとマリー・ペランと結婚した。5人の子を設けた。1917年、ブラジルへの赴任に、ダリウス・ミヨーを秘書として伴った。バレーリュスの旅興行を見て、トップダンサーのバーツラフ・ニジンスキーと交渉を持ち、ミヨー作曲のバレエ、男と浴場の台本を書いた。1921年、駐日フランス大使となり、フランス領インドシナを経て、11月横浜に着き、1927年2月まで在日した。1927年、イゼール県モレステルのブラング城を求め、そことパリとに住まった。1928年、コロンビア大学名誉法学博士号を受けた。1934年、バレリーナ、イダル・ビンシュタインへの作品をミヨーから頼まれ、家計大丈のジャンヌ・ダルクを書いた。1935年、アカデミー・フランセーズ会員選挙に敗れた。6月、外交官を退官した。1936年、心臓を病んだ。1939年、ローマ教皇ピウス12世の即位式のフランス政府代表となった。同年、ケンブリッジ大学の名誉博士号を受けた。幼馴染のロマン・ロランとの交友が復活した。1940年、ドイツ占領軍に監視され、著書、接触と環境が出版後直ちに廃棄処分にされた。1941年、ナチスのユダヤ人迫害に抗議した。1942年、アカデミー・フランセーズからの入会勧誘を、その対独汚染のゆえに拒否した。ジャンルイ・バローとシュスの靴上演を議し、1943年、短縮した上演台本を書き、11月25日からコメディフランセーズで上演した。以降、バローに頼られた。1944年、解放後、ド・ゴールと交わった。1946年、フランソワ・モーリアックの呼びかけとド・ゴールの後押しを受け、アカデミー・フランセーズ会員となった。1947年、心臓発作を起こした。1948年、ド・ゴールの依頼により、国家評議会の会員となった。1951年10月17日、レジョンドヌール第十字勲章を受けた。ロザリー・ベッチプジンが没した。募る衰弱の中で、執筆、旅行、演劇などの活動を続けた。1955年2月23日、パリの自宅で、没、86歳。その4日前まで、マリアへのお告げのコメディ・フランセーズ上演に関わった。2月28日、パリのノートルダム寺院で国葬が執り行われ、同年9月4日、ブラング城の一角に埋葬された。その後も、著作集の出版が続けられた。仏庫直後の1955年7月、ジャン・ヴィラールのアビニョン演劇祭で、都市第2項が初演された。遺作の上演は、なお、続いている。その中には、1987年のアビニョン演劇祭におけるアントワーヌ・ヴィテーズ演出のシュスの靴完全版の初演という話題もあった。毎年の夏、ブラング城でポール・クローデル教会による個人を偲ぶ催しが開かれている。1921年のクローデルと富田恵戦、クローデルの駐日大使時代、相違争う案件は日仏間に少なかった。東アジアの利権拡大に協力する英米から孤立してゆく日本に同情的で、日本の対中国のフランスの対インドシナの権益拡大を認め合おうとする姿勢であった。ワシントン会議で主力軍艦を制限された日本は航空戦力を増強するだろうとフランスの飛行機の売り込みを図る国際的商才もあった。姉、カミーユのジャポニスムの感化で日本を好いていた。彼は公務を塗って日本を積極的に見聞した。東京、京都、大阪、福岡で学生を相手に講演した。春庭花、納め外しなどの舞楽、文楽、奏本忠臣蔵、石切、梶原などの歌舞伎、道成寺、翁、角田川、絹田などの能を感激した。大徳寺、大覚寺、龍安寺、長谷寺、二条城、三千院、名古屋城などを巡り、仮の葉の襖絵を鑑賞した。画家の富田恵戦、山本春挙、竹内栖鳳、歌舞伎役者の五代目、中村福助、長唄の四世、杵屋佐吉らと親しくした。雑誌改造へ2度、新潮へ1度、仏文の記事を日本語訳付きで寄稿した。日本の書店から、仏文の詩集、聖女、ジュヌビエーブ、富田恵戦がの詩画集、4、風潮、その第2版の、記事8集、第3版の、百戦鳥を出版した。舞踊刺激、女と影を描き、それは帝国劇場で7代目松本幸四郎、5代目中村福助らによって上演された。関東大震災に罹災しながら救助活動を指揮し、病院と託児所等を開設した。また彼は配給の行列に並び自分の順番が来るのをじっと待ち続ける、その整然とした姿の人々を目にした驚きを手記にこう書いている。被災者たちを収容する巨大な野営地で暮らした。数日間、私は不平の声一つ耳にしなかった。唐突な動きや人を傷つける感情の爆発で、周りの人を煩わせたり迷惑をかけたりしてはならないのだ。同じ小舟に乗り合わせたように人々は皆じっと静かにしているようだった。1924年3月7日、渋沢栄一と協力して日仏会館を発足させた。1925年、大作、シュスの靴を書き上げた。1926年、稲畑章太郎と共に、関西日仏学館の設立を推進したが、それが開館した1927年10月22日は、次の任地アメリカへ向かう戦場にあった。アンリ・モンドールによると、1943年11月23日に開かれた、ある公爵夫人の夜会において、クローデルは、日本人について次のように語ったとされる。Un purpura por aquel sujeto Chilnes a llame, y crees, ser purpura yo pone, ilne hopac disperse una antique civilization si, interesante, nul purpura ne marito musa proderius expansion, ils san pobra, mais nobles, quacas no on blue, 私が決してこなさいされることのないようにと、寄付一つの民族がある。それは日本民族だ。あれほど興味ある太古からの文明は消滅してはならない。あの驚くべき発展が日本以上に当然である民族はない。日本人は貧乏だが、しかし高貴だ。人口があれだけ多いのに、役所を原著のもとに記す。ありがとうございます。